です。マフィンです。いやマカロン。マカロン。今日はね、マカロンズ様とコラボするんですけど、私はコスプレをやってて、実はね、今までずっと NG コスプレがあったんですよ。お腹を出すのがちょっと NG だった。けど、やっぱりもう辛くて、夏ってさ、いろんなコスプレイベントがあるから、ね、自信を持って出したいなって思ってるけど、今出せば本格したいけど、まだ自信はあまりないってこと。いやもう、もう子供が入ってる。痩せたいってこと。そう、痩せたいから、お二人がね、いい相談がもらえるんじゃないかなって思ってたんです。みんな初めてなので、マカロンズさんは何かやってるんですか、聞いていい？私は、美容とかメイク。さすがだな。あと、まあ、ダイエットも最近そうね。実は、ベストボディジャパンっていうフィットネスのコンテストに出たことがあって、日本で2位になったんですよ。おー、だから、短期間ですぐ痩せる方法をいろいろ知ってます。すごいよね。いいチャンスになるじゃん。夏に向けてそのでかいイベントはね1ヶ月しかないんですよ。1ヶ月でダイエットスランは無理んじゃないかってずっと来てたんだけど、いける？こっちも伸びたのに3ヶ月のベストボディで、すごい。でももともと遅くない？遅い。私はなんかダイエットといえば一番大事なのは食べ物、食事ですね。ゆりこちゃん、昨日何食べたんですか？本当知りたい？知りたい。毎朝はエスプレッソのを飲んでミルク入れて、砂糖入れて、トーストパンでチョコピーとか塗ってるのに、そんなのすごい急に。だからそれが3個くらいを食べて、バナナ一つと、あとはちっちゃい果物、ちょっとよく名前わかんない果物を食べてしまった。これはちょっとさ、昼でなんかもう料理を作るのが苦手なので、コンビニでカレーを食べるか、野菜かい、野菜炒めみたいな、そう、野菜炒めを食べて、その夜はお好み焼きを食べた。お好み焼きお好み焼き、そう、夜はお好み焼き。でも朝なんでトースト3つも食べた？お腹まだ足りない。なんか私はね、ストレスがある時とか食べちゃうタイプで、結構食べたい。こんな感じ。まあ、ちょっとわかる。でも僕はラッキーなのはいっぱい食べてもあんまり太らないから。嫌い。ちゃんとダイエットはしたことないけど、運動とかジムに通ってたりとかしたよ。筋肉だけがついてる。今日お気にね、ちょっと本格的なダイエットになりそうだね。ちょっとカロちゃんの。やばい。そう、ゆりこちゃんのね、食べたものをざっと計算してみたんだけど、どれぐらいだと思う？カロリー。1900。1800。答えは2000オーバーでした。マジ？ちょっとやべえな、それ、ボディビルダーぐらいだ。でも女の子は大体1800ぐらいまでにすれば太らない。そう、カロリーを下げても痩せない人は食べてる内容に問題があるか、夜寝る前に食べちゃってるかとかっていう問題もあるけど。なるほどね。カロリーだけじゃなくて、だけじゃなくて食べる内容も考えていく方がいい。まず朝ごはんにね、コーヒーにガムシロップとミルクが入ってましたね。できればガムシロップなしでミルクだけ。あ、もうそれぐらいだったらいける。見てもらえばコーヒーだけにしてもらう。そうだね。ないでほしい。私の人生。本物のイタリアのエスプレッソだからね。一番本当はお水だけ。結構でもお水結構飲むよ。水、そう、ダイエットにお水もすごい大事。1日に2リットルから6リットルを飲んだ方がいい。え？2リットル6？ 2から6。2から6？ 6は水だよ。え、6は水じゃん。なんか逆に具合悪くならない。全部出る、老廃物が。次にね、パンにチョコレート。せめてなんかグラノーラとかシリアルとか、あとオートミール。食べない？気持ち悪い。フルーツはどう？朝ごはんフルーツが一番いい、本当は。いいね。フルーツとコーヒー
日だけが一番理想的ではある。おー、なるほどね。できなんとかでできそうかな。まあ、お昼はカレーを食べてらっしゃったのですが、でもやっぱ玄米、普通のお米じゃなくてヘルシーな玄米。あー、なるほどね。はい、了解です。玄米にして、あとできるだけトッピングを減らして、もうシンプル、シンプルが一番いいね。シンプルイズベスト。いや、シンプルつまんないもん。はい、夜ご飯、夜ご飯一番美味しそう。お好み焼き、炭水化物の塊ですよ。ちょっと重いもの食べたかったら6時までに食べてください。え、6時まで。うわ、どうやって6時からあまり食べない方がいい。でも多分無理だと思うので、その場合はですね、夜ご飯は炭水化物を抜きます。お米とかパスタとかパンとかは NG です。あー、パスタがメイトに NG って言われないで。だからパスタ食べなかったら、お昼のランチにペペロンチーノとかちょっとさっぱりしたオイルだけだからいいかなと思います。イタリア人じゃそんな感じでね、朝はコーヒーとフルーツ、はい、お昼は玄米とか、まあ、できるだけヘルシーなものを意識する。お蕎麦とか、蕎麦食べれる、うん、食べれるけど食べれる味ないね。夜は炭水化物なし、ご飯ダメ、パスタダメ、サラダ、お魚。見てる人はね、きっと痩せたいなと思ってる人がたくさんいるから、できれば一人しないでくれよ。お前もやってみて。いや、ただね、ダイエットは食べるものだけ意識してもダメなので、有酸素をねしてもらいます。それだけがつらいんだもん。運動したりする？知ってた。早く歩きか、10分ぐらいランするか、その後はミシンを、結構いろんなミシンをやってみて、毎回は、ね、マシンだとちょっと、スレガをやって、足が一番をやってたんですよね。足はメインで、他のはちょいちょいで。その時なんか変わったから、あ、やっぱり、あのジムはちゃんと通ってた時に、ね、たくさん食べてもすっげえなんかいい形してたんですね。大きいんですけど、すごくフィットな感じしてた。うん、今はジムもしてないから、もうボディになってしまった。まあでもこれからは有酸素をね、ちゃんとしてもらうんですけど、その条件として、アニメ見るときはエアロバイク。アニメ見るときでエアロバイクが、えぇー、ジムのバイク乗りながら、そう、バイクに乗るときだけアニメ。バイク乗らないときはアニメもダメ。結構アニメ見るね。めっちゃ見る、毎日毎日見るんだもん。じゃあもう、ジム行かない。エアロバイクしながらアニメを、だいたい日本ではね、見れると思う。1時間ぐらい。でも有酸素は、まあできるだけ30分はしないと意味がないから、30分以上、1時間ぐらい。筋トレしない場合は、まあ脂肪をとにかく、ね、取りたい、ね、取りたいから、体を動かして燃焼させれば、ね、一番大変だもん。何回ぐらいとかだ。結構前が多くても、でも1週間は2回はマックス3回1時間ほんと一番頑張った時で、2ヶ月で2ヶ月だったらできるだけ週5回は行ってほしい。月金まで、だ月金まで、じゃん月金まで、じゃん月金まで、じゃん仕事じゃん、お宅みたいだもん。じゃああと2ヶ月間食事制限と有酸素頑張っていきましょう。はい、はい、あと、それニキビできたりする？めっちゃ出たりとかする。本当、うん、あまりできなそうけど、なんかダイエットする、夏の時にすごくやっぱり食べ物とかチョコレートと熱いでやっぱり握ってちゃうもんね。あとダイエットすると、まあダイエットっていうのは平時食べると、まあ、食べる量は減らすことでしょ。だからちょっとクレンジングもデトックするから、いろいろ出やすい、悪いものを出てくるはず、出てくる、はい、デトックしてるから、ちょうど悪いものが、そう、だからそれでたまになんかすごい、え、ダイエットしてるのになんかすごい肌悪くなってるけど、やめた方がいいかなと思っているんだけど、それは心配しないのがいいんで、へー、またすぐ消えるから。ありがとうね、いろいろ相談聞いてもらって、ぜひきっと私だけじゃなくて他のね、もう夏のために頑張
るとか、息子が言うじゃん。私のみたいね、頑張るなって言ってたのに、いいくせに、冬でずっとダダダダって言わせて、何もしなくて、もう6月になってから、やめやめやめやしってなってるから、ね、一緒に頑張ろう。一人しないでくれ。あともう一つのお知らせ、マカロンズさんはね、もうチャンネルがあるので、ここの下にぜひ美容系とか、ね、スキンケア、メイク、いろいろやってるんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私のチャンネルでもいいねをして、あとは相談とか質問があったらぜひコメントしてください。で、チャンネルを登録2つともよろしくお願いします。あたねー。バイバイ。バイバイ。